私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。中居正広、安住紳一郎、アナ、金妻、緊急収録、音楽の非延長のお知らせ、ご知らせ。新しいドアを開けたという運命の出会いを、氷川きよしが告白。中居正広、安住紳一郎、アナ、音楽の非延長戦、不延長戦。音楽の力で日本を元気に。という願いを込め2011年からスタートし、今回で12年目を迎えた夏の大型音楽特番、音楽の日。今回の金妻ではその音楽の日との連動企画をお届けする。3月16日に約8時間にわたって生中継された今年の音楽の日のテーマは、メッセージから届けたい歌から、希望、愛、平和、元気、感謝、励ましなどのメッセージを多くのアーティストの力によって国民に届けました。音楽の日に出演したアーティストたちが歌に込めた特別な思いとは？氷川きよしのリミットブレイカーフテイクルーサービバーは、真夏の夜を熱狂の渦に巻き込むパワフルなパフォーマンス。この日が音楽の日での歌手活動休止前最後のパフォーマンスとなった。氷川は新しい扉を開ける運命的な出会いがあったことを告白した。メンバーの二人の卒業発表後、初のパフォーマンスとなったリトルグリーモンスター。現体制ラストとなる舞台裏にも独占密着。金妻だけに語った5人の絆、そして同志への思いに注目。また、30年ぶりの期間限定再結成を果たした男と国民。その復活の瞬間を見守った後輩中井がその思いの丈を吐露する。そして、多数のリクエストに応え、見逃してしまった人のために、男と国民、30年ぶりのパフォーマンスをノーカットで公開。金妻でしか見られない男と国民と中井の貴重映像が公開される。北斗賞、羽生結弦のプロ転向に期待。羽生結弦のプロ転向に期待。弾けて、今までと違う演技を見せてほしい。番組では、羽生が同時刻で行った決意表明の記者会見で、羽生選手は第一線を退く意向を表明し、プロ転向を口にされた、と速報。コメントを求められた羽生ファンの作家岩下久志は、我々は競技より興行の方がいいから、とプロ転向を歓迎。続けて、オリンピックとか関係なかったら自分の好きなことを。氷川きよしが、きーちゃんだっけ。ゆたんが、これまで我慢していたことがもうからね。相談役は、ミッツマングローブですよ。と、プロとしての活躍を期待した。北斗も同調。オリンピックってすごいプレッシャーじゃない。それは私たちにはわからない。そんな中でやってきて、頑張ってきた人だから、今度は楽しんで自分の好きなことをやってもらったら、弾けて今までと違う演技を見せてもらえたらいいな、と羽生のさらなる進化に期待する。マックの柿花忠氏は羽生について、表現者と考えても色々な活躍ができますよね、とコメント。岩下氏は、この選手はオリンピックで芸術的ないいところを持っていた。それをもっと見せてほしい、と語った。4月19日、タレントの北斗晶さんが東京 MX の5時に夢中に出演した。4月19日放送の東京 MX、5時に夢中に出演したタレントの北斗晶さん。この日、プロ選手への転向を表明したフィギュアスケート男子で五輪連覇中の羽生結弦選手にエールを送りました。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't